モスクワ中心部で27日、3500人規模の参加者がデモを展開し、公正な選挙の実施などを訴えました。警察はデモ開始直後から許可されていないデモだとして、集まったデモ参加者らの強制排除に乗り出しました。AP 通信によりますと、1000人余りが拘束され、負傷者が出ています。9月に行われるモスクワ市議会選挙では、野党勢力の候補者が出馬する予定でしたが、選挙管理委員会に立候補の届け出を受理されなかったと訴えています。デモは3週連続で行われていて、政府への反発が強まっています。